こんにちは、ちんたらまさきの吉田です。本日は奈良県桜井市にございますウエストビレッジのご紹介をさせていただきます。こちらの物件なんですけども、非常に駅に近いマンションタイプの 1DK タイプの物件となっております。早速ね、玄関のところからのご紹介となってるんですけども、すぐ奥までお部屋続いておりますので、こちらから行きますね。玄関入ってすぐの場所にですね、このようにおトイレついております。トイレはウォシュレットタイプとなっております。こちらダイニング部分ですね、キッチン部分となります。キッチンもですね、お一人暮らしの方でしたら十分な内容整っております。給湯器もね、もちろんこのようにリモコンっぽいところにあったり、お部屋の電気もここでつけたり消したりできますので、非常に便利ですね。こちらの方がですね、水回り道になります。こちらが洗濯機置き場ですね。お風呂と洗面となっております。続きまして、こちらのダイニング抜けますと教室お部屋となっております。こちらの方にはこのように収納がついております。大きいですね、こちらの収納。お一人暮らしの方でしたら十分使いこなせていただける、たっぷり入れていただける収納になると思います。バルコニーももちろんございまして、こちらがバルコニーになりますね。ちなみにバルコニーからね、もうね、近鉄桜井駅が見えてるんですね。ちょっと見にくいと思うんですけどね、大きいビルの隣ぐらいにあるのが桜井駅のホームですね。本当に近いと思います。こちら設備のエアコンとなっております。機器元からついております。今見ていただいている照明もね、すべて設備となりますので、本当にもう荷物、洋服とかね、そういった家財道具さえ持ってきていただければ、生活いただけるような便利な 1DK マンションとなっております。詳細の方はですね、私ども賃貸のまさきのホームページをご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様の家探しを全力で応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。